奉仕だ。なぜ僧が狙われた。狙いは何だ。傷口が浅い。トラリチェン、おい、うどん、チェア、おい、うどん、くくちゃ、はるた、どうぞ、うわぁ、傷口が浅い。拷問を受けたな。蒙古の求めに応じなかったようだ。ちぎれた花びら、泥、何か隠すために土を掘ったのか。何かを命がけで守ったようだ。見つけてやらねば。これは僧が握っていた花。盗まれたものを返しに来た、はあ、またこれを拝められようとは。ここの僧が命を捨て守ったもの。そやつは僧ではなく我らが受け入れた百姓です。ある朝気づいたらこの仏像と私の装束を持っていなくなりました。それは驚いた。盗人なのか。奴も等しく自らの行いの報いを受けたのでしょう。